それは蒼井優が4人のクリエイターたちと共に企む嘘にまつわる4つの物語。の中でいくつの嘘をついてきましたか？こんばんは、カムフラージュの時間です。突然ですが、相手が嘘をついていると思った時の見破り方を皆さんに教えましょう。それは話題をいきなり変えてみるのです。もし嘘をついていたら喜んで変更に従い話に乗ってくるでしょう。嘘、それはなんと不思議なものなのでしょう。そして今宵、そんな嘘の世界に私たちを連れて行ってくれるのはこの方です。映画監督山下信弘。小6の時の先生でしょ。去年4年しか来なかったけど全然硬くないじゃん。結束先生の骨。前回昔よく見たテレビ番組のコントをテーマに、何やってんの、赤羽に住む三姉妹をユーモアたっぷりに描いた山下。2話目となる今回も赤羽三姉妹の続編を描き出す。1話目が、まあ、ああいうコントというか、中本浩二さんにも出てもらってそコント仕立てにした、まあ、コントとこうお芝居の舞台ドラマのこう中間みたいなものになったと思うんですけど、2話目はもっとこう見せ方を変えようと思って、あのイメージとしてはこう昼ドラだったりとか、あと昔のダイエドラマというか、まあ、そういうものを意識して、作りました、はい。とにかくテンション高いんで、すごくなんか僕は羨ましいというか楽しそうにやってるなと思ったんで、それを楽しんでもらえたらいいなという。果たして昼ドラをテーマにいかなる物語を作り上げたのか。そして2つ目の嘘のかけらが生まれた。東京赤羽、とある小さなマンションに住む飯田家の三姉妹。しっかり者の長女マツコ、ちょっぴり破天荒な次女タケコ、自由気まま夢見がちな三女梅子。三人はいつも喧嘩ばかり。くだらないことで言い合って、小さなことで意地を張って、つまらないことで仲直り。さて今日はどんな喧嘩が繰り広げられるのやら。赤羽三姉妹。うん、とにかく座って、座ってください。何、あのね、だけね、血液型何、もう分かんない。あなた A 型、 A 型の HR マイナスアルファ。うん、じゃあそのんじゃない。はい、私と梅子は A 型の
HR プラスのベータなんですよ。もう分かんない。いやで、自分のも分かんないぐらいだから父さんと母さんの血液型も分かんないだろうけど、一応言うね。父さん母さん二人とも HR プラスのベータなんだ。だから何、お腹すいた。だけね、私たちと血つながってないんだって。なんで？だから今話したじゃん。ベータの人からアルファの子供は生まれないの。へー。だからあなたは父さんと母さんの娘じゃないし、私たちと姉妹でもないの。私だけ？はい。私何？わかんない。この間会社の健康診断あったのね。したら血液でちょっと引っかかるとこあって、父親とか家族とかそういう根本から調べるわけ。なんで松根のうちから私のが分かんない。いや、それは生まれた時のあれがあるからさ、それはいいの。うん、まあ昔のね、出生届とか一応調べてみたわけ。これ正規って人誰？知らない。それがあなたの本当の両親なんじゃない？まあでもそれはいいの、私ら関係ないからさ。それはあなたの方で処理してくれればいいし、私たちが問題にしてるのはこれからのことをね。だからさ、いいじゃん今まで通りで。今まで通りの関係でいれる？そうじゃなくてもしょっちゅう喧嘩してるよね。姉妹だから許せるってとこあると思うの。初音が決めることじゃないでしょ。絶対これは関係してくる。許せることも許せなくなるもん、他人になったら。じゃあさ、私たち今までずっと血がつながってなかったってことでしょ。それでもうまくやってきたじゃん。それは血がつながってるって思ってた頃じゃん。